はい、坂本くん今年最後の戦い全日本ジュニア選手権の試合解説を始めます。まずね、全日本ジュニアはね、学生大会とはまた別なんですよ。学生大会とはまた違って、学生連盟に、大学が登録されていない、加入していない人も出れると、まあ、とりあえず23歳以下の人なら誰でも参加できる、日本一を決める、ジュニア大会です。はい、でね、本当にね、会場に行って驚いた。何驚いたって、めちゃくちゃいるんですよ、人数。僕がボディビル始めた11年前はね、本当に学生ボディビルも本当、まあ、下火で人気なかった。だけどね、パンフレット見たらね、ボディビル部門だけで123人いるので、フィジークなんかもね、本当200人ぐらい出てるんじゃないかな、もっと出てるかもしれない。うん、本当にね、若い競技者人口増えたなという感じがしますね。で、坂本くんが出ている階級は、70キロ超級という階級で、実はもう何階級かあってですね、70キロ以下170センチ以下級、っていうのと、あと、70キロ以下70センチ超級っていう、この合計3階級の中で、一番を決めて、でその一番を決めたら、その一番同士が戦って、本当の一番を決める、決めるみたいな、そういう、戦いです。で今は坂本くんは、70キロ超級の、まあ、1位から12位の、12位付けを今やっている最中で、今ゼッケンナンバーが見えないんだけど、右側がね、右の子がね、右の子、今調べる、右の子がね、90番、田中くん、北海道の子、あ、嘘、間違えた、名倉くん、京都の子、でかい、ほんと。97番、その子、吉田くん、長野の子で、98番、森川くん、この子ね、僕知ってて、先日のね、石川県の、ゲストポーズ行った時に、彼ボディビルの一般の部で優勝していたんですよ。仕上がりが77キロということで、まだジュニアだったんだね。とんでもない時代というか、みんなでけえ、すげえ。僕がね、10年前このメンツの中入ってたら、もう一瞬で落とされるね、そんぐらいの。いや、みんな本当、オープンクラスでも、普通に社会人と混じっても普通にみんなやり合える、レベルの高さです。本当ジュニアとは思えない。あ、なんかジュニアなんだからさ、ちょっと甘かったり、ちっちゃかったりさ、そういうところはあってほしいんだけど、なんかね、みんな可愛くないね。うん、完璧すぎて。はい、ということで、坂本くんはですね、東京選手権と比べると同じかそれよりいいらしい、うん、彼曰くで、体重がね、なんと82キロだったということで、去年坂本くんは、このジュニア大会出ていたんですけど、74キロ、72キロだったらしい。だから1年でプラス10キロ増やして大会出るということで、まあ、パッと見た感じね、正直俺の見た感じは、やっぱピークは僕と出会い始めた時、 YouTube 撮り始めた時の3ヶ月前かな、うん、そこはもうみんな見ても、まあ、本人も一番自覚してると思うんだけど、そこはもうそこがピークだったと思う。ちょっとね、かなりフラットに見えたかな、うん、ちょっと水っぽいね。この激戦の中、ファーストコールを呼ばれたのがですね、まず1人目、ゼッケンナンバー112番、日和田くん、はい、で2人目、ゼッケンナンバー115番青木くん、はい、3人目ゼッケンナンバー120番井上くんで、続く4人目、ゼッケンナンバー90番、さっき坂本くんの隣にいた方ですね、名倉くんで、最後99番沼田くんということで、一番左の日和田くんはですね、去年ジュラシックカップでジュニア部門で優勝されていた子ですね。はい、で、真ん中のね、井上くん、彼ね、インスタグラムで結構流れてくるんですけど、去年まで陸上競技をやっていて、今年初の大会がこのジュニア大会ということで、初めての減量でここまで仕上げてきたと。うん、
すごいよね。なんか110キロぐらいあって、なんかめちゃくちゃパワーも強いんだよ。ものすごい将来有望な。身長高いからね、うん、もしかしたら階級もそのうち俺と同じになるかもしれない。90キロ、多分ね80キロ以上、85キロ以下だとは思うんだけど、もう本当にすぐ巨大化して90キロ級、90キロ超級という僕と同じクラスになると思う、うん、あとみんなね足やべえ、うん、俺が始めた10年前って足細い人多くて、足の重要性っていうのはね本当にまだ薄かったんですよ。だけどこうやって見るともうみんな足太いのはもちろん、足でかいのはもちろんなんだけど、まあカットよね、足のセパレートが半端ない、うん、この中に今現在の僕がこうやって飛び込んで入っても普通に勝負できるか、もしかしたらやられちゃうかもしれない、そんぐらいのレベル感です。続きましてセカンドコールです。はい、坂本くん呼ばれました。ファーストコールで5人呼ばれていたので、このセカンドコールの方たちは、まあ、6位から、10位圏内の、人ではないかと思われる感じですね。坂本くんで、隣の113番、金子くんで、隣、森川くん、103番大迫くんで、吉田くんという感じですね。はい。で、やっぱりポージングはね、まあ、ちょっと僕横からねちょっと外れたところで見てたんですけど、みんな上手いんですよね。で多分これみんな初戦の方もいるんですけど、連戦してる人多いんですよ。でジュニアなのにさ、この連戦をしていくっていうのは本当にね結構テクニカルなことで、最初から 100% を出してしまうと、2戦目からガス欠したりコンディション崩れるということが多く見られるんですよね。坂本君も、多分3ヶ月前が一番ピークだったんだけど、まあ、大会もうすぐ出れる状態だったけど、ちょっと時間が経つごとに疲れていってしまったっていう感じかな。で多分他の子たちも連戦してるんだけど、やっぱり最初は徐々に、ちょっとローギアで入ってから、仕上がり8割ぐらいで入ってから、90%、100% みたいな感じで、上げていくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、うん、みんな、ね、すごいの若いのにね、うん、はい、これがセカンドコールでした。はい、続きまして、サードコールです。左側から、オブセ君、下川くん、大迫くん、坂本くんということで、坂本くん、2回目ですね。ってことは、セカンドコールで5位から6位から10位圏内の人を呼んで、サードコールでまた、坂本くん呼ばれてしまったっていうことは、おそらく、10位前後の10位なのではないかと予想されます。こういう呼び方されるときはそうですね、はい、6位から10位かも分かんない、だけどちょっと、それよりもちょっと下位の人たちと、比べてみようっていうことなんで、多分10位前後の、順位がつくではないのかっていう、予想がされます。はい、でね、やっぱ最初並んだ時に、あ、この子いいなっていう風に思われるためには、フロントリラックスポーズと、フロントダブルバイセップスのこの2ポーズが本当に重要になってくるということなので、僕もねちょっとこのフロントリラックスとダブルワイヤーにちょっと日暮らまでに練習しないといけないなっていうところなんですけど、まあ、この中で見るとサイズ感は坂本くんあるね、うん、シェイプはちょっと他3人に劣るんだけど、もう筋量ご両親って感じですね。82キロあるんで、はい、これサードコール終わりです。はい、やってきました、ボディービルの醍醐味フリーポーズです。著作権の関係で、音源はおそらくカットされていると思うんですけど、実はですね、坂本くんフリーポーズって練習してないんですって。今彼がやっているのはその場で思い浮かんだことをポージングしてるっていうね、すごいですよね。練習しないだけど、
フリーポーズが上手い人って、練習しないんですって、うん、これは、ゴミ原玲君、クラシックフィジークチャンピオンのゴミ原玲君だったり、で日本9連覇した鈴木雅史さんも練習しないらしい。練習しちゃうとぎこちなくなっちゃうらしいですよね。カクカクしちゃうっていうか。だけどそれは普段からポージングのことをずっと考えてる人が、やれることなのであって、僕みたいに普段あんまポージングのことを考えてない人はちゃんと練習した方がいいです。はい。なんで、僕は練習しますよ、うん、だけど、坂本くんみたいなそういうポージングが大好きで天性の感覚を持っている方は、練習しなくてもこういう素晴らしいポージングができちゃうということで、すごいよね。これはもう誰も何も言えないと思う。ほんと上手すぎる、リポーズ。はい、お疲れ様、坂本くん。はい、運命の瞬間ポーズダウンです。70キロ超級の1位から12位の方々ですね。はい、選手にとっちゃこれほど心臓に悪い瞬間はないというかね。まあ俺だったら本当にもういても立ってもいられない。このポーズダウンって本当に自由にやっていいんですよ。移動してもいいし、誰かとポーズ取ってもいいし。だけどそんなことはだって何つらいのみたいな感じで、僕結構その場で立ってもずっと立っていることが多いんですけど、はい、坂本くんは一体順位行く何位なんでしょうかと。結構落ち着いてますよね。ちょっと言い方悪いけどちょっと覇気がないというか、もういつ呼ばれてもいいやみたいな感じが、まあ、彼の中であったんじゃないかな、うん、自然体で大会出るっていうふうには言っていたけど、まあ、かなり落ち着いてますよね。はい、坂本くん呼ばれました。9位でした。お疲れ様。はい、残ったこの3人、今3位の子が呼ばれました。90番の楽々くんですね。はい、あ、ちげや日和田くん、ごめん。で今残ってるのが吉田くんと、坂本くんの隣にいた、名倉くん。はい、2人ともバルク、あと足のカット素晴らしいです。はい、優勝はどちらになったんでしょうか。井上くんでした。お疲れ様です。井上くんはですね、すごい身長高い、180センチあるんですけど、足のカット180センチあるんだけど足が細く見えないぐらいの筋肉量があって、で何よりセパレートですよね。足のカットが深い、あと皮膚感も薄い、本当に素晴らしい選手です。うん、多分本当に90キロ級超級とどんどん上がっていく、選手だと思うんで、僕もね負けじと取りに頑張りたい。まず坂本くん、お疲れ様、ゆっくり休んでください。本当にもたくさん休んでお疲れ様。坂本くん、お疲れ様でした。はい、観戦ありがとうございました。結果は9位ということで、どうだろう。これはあの中だったら正直ボーダーラインかと思って、通るか通らないかのギリギリなところでちょっと戦ってるなっていう感じがしたけど、はい、フリーポーズで巻き返したんじゃないかなっていう、そういう印象かな俺は。だけどどうだろう今回の結果。まあ、コンディションも悪いなっていうのは分かってたんで、うん、潔く受け入れた感じですね。正直立っててもなんかこう大体歓声の大きさで分かりますよね。ね、分かる。あ、ちょっとダメだなって思いつつ、うん、まあ、でもちょっと諦めるのはまずいなって思って、今出せれる範囲では出し切れたのかなとも、まあ、言いつつも、まあ、やれたことはまだ多かったのかなっていう、うん、潔く受け入れるしかないですね今回は。そうだね、試合直前にお家お伺いしたけど、はい、本当にラフに戦う、なんかあんま考えすぎないっていうことを言ってたけど、まあ、それはすごく感じたね。流すように深く考えすぎずに試合やってるようには感じた。まあ、一応まあ受け入れたつもりなんですけど、まあ加賀さんも分かると思うんですけど、それなりにショックではありますよね。だいぶ順位落としまくってるんで。でもなんかもうちょっとこれは出ようかなと思ってたんですけど、まあ、やめた方がいいですね多分今年も。ここでそうだね、なんかピークアウトしてる感じはするなっていう、うん、東京終わってから盛り返す、そこまでグワーって盛り返せてなかったから、はい、もうここはもう中途半端に続けるのが良くないと思うから、もう切り替えて、はい、来年の大会、まあ、パワー出るか分かんないけど、はい、そっちに向けてやった方が俺はいいと思う正直。うん、僕もちょっと自分で出てなんか疲れやすくなったなって思ったんで、うん、やめた方はきっといいんでしょうかね。俺はそう思う正直、うん、はい、でもし上がってんだったら続けてもいいかもしれないけど、
ちょっと完璧に疲れてるから、はい、精神的に、うん、ちょっとなんか踏ん張りが効かなかったですね今回は。まあ、でも、まあ、でもまあそんなにひどいポージングをしてたような記憶はないんで、うん、それわかる。コンディション的な問題でしたら、まあ、一番僕が得意なところでもあるんで、まあ、一回休みましょうか。休もうここで、うん、まあ苦しいオフに入るって言ってたけど、はい、うん、まあもう本当にリーンなものを山ほど食って、そうですね、うん、110キロの坂本くん見せてくれよ、うん、はい、110キロ、うん、まあ、そこはまあね、はい、あれだけど、とりあえずしっかり休んで、はい、ね、今日はもうこれから、はい、帰るだろうから、はい、うん、じゃあ今日はね、全然日本ジュニアお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。次に向けて頑張ろう、はい、応援ありがとうございました、はい、ありがとうございました。